南鎌倉へは、東京から横須賀線で約1時間。禅寺の集まる北鎌倉、伊勢の都八幡宮のある鎌倉駅。そこから人気の江ノ島電鉄に乗り、大仏の果て、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった、七里ヶ浜を抜け、江ノ島につながります。皆さん、こんにちは。鎌倉に住んでいる、招き猫、の、ミケです。今回ご紹介するお寺は、駆け込み寺で有名な、東慶寺です。早速、訪れてみましょう。東慶寺は、JR 横須賀線、北鎌倉駅から歩いてすぐ、3分です。北鎌倉駅西口を出て、鎌倉街道を左手に曲がります。鎌倉街道を、小袋坂方向へ進むと、すぐに右手に、東慶寺の入り口が見えてきます。信号を渡ります。ここが東慶寺の入り口です。この土地は松ヶ丘と呼ばれていました。東慶寺の門前には9月に、とっても良い香りをする、金木犀が出迎えます。淡い黄色の薄木木犀と一対になって植栽されています。とっても良い香り。階段を上ると、山門です。6月は紫陽花が綺麗です。東慶寺は、臨済宗円覚寺派、もともとは円覚寺の一部でした。山号は松ヶ丘の地名で、松岡山、と書いて、総湖右山、です。縁切寺、駆け込み寺の名で広く知られました。かつては尼寺として栄え、明治期に縁切寺法が廃止されるまでの約600年間、多くの女性を救いました。東慶寺の開山は、北条時宗の奥さん、鶴さんに、法名は無学祖元さんからもらいました。円覚寺の開山の3年後の1285年、弘安8年に開山されました。前年、夫の時宗が亡くなり、その菩提を弔うために開かれたお寺です。駆け込み寺の役目をいつ頃から持っていたかは記録が残っていないのでわかりません。しかし開山以来、東慶寺の歴代の住持がいずれも名門の出の女性で、自覚も高かったことから、かなり早い時期から駆け込み寺の寺宝を持っていたと思われます。東慶寺が御所寺と呼ばれる高い自覚になったのは、5代目の住職、楊道尼さんの時です。楊道尼さんは、後醍醐天皇の王女で、この時から、東慶寺は、鎌倉御所、松ヶ丘御所と呼ばれました。そのため、東慶寺の飛脚は大名行列に出会っても、土下座する必要がまるでなかったそうです。
20世、天宗に、は、豊臣秀吉の娘で、徳川家康の孫、千姫の養女でもあったため、江戸時代に徳川家の厚い庇護を受けました。明治になり、縁切寺の制度が廃止されると、廃仏棄却でお寺は一度、荒廃しました。その後、復興して、男性の住職さんのお寺になりました。山門を入ると、まっすぐ境内を道が通ります。すぐ左に、鐘楼があります。本鐘は、材木座の百済くじから移されたもので、1350年、寛応元年、室町時代の鋳造です。鋳物師は物の部、高廉、です。鐘楼の隣が、茶室の、寛雲亭、です。ここでは、写経、茶道、香りを聞き分ける、香道、押し花などの体験ができます。写経は毎日2時まで、その他は月1度ほどの日程で催されています。参道の突き当たりに東慶寺のシンボルと言われている、金仏様、が鎮座しています。東慶寺は、花の寺と呼ばれています。東慶寺の金仏、お背景にどの季節でも季節の花を撮影できる撮影スポットです。桜のシーズンは金仏と本堂の前のしだれ桜が見事です。金仏の手前、右に本堂の太平殿があります。しだれ桜も映えますが、秋には、地面一面に、ピンク色の可愛い昼爪そばが咲くのも趣があります。本尊は釈迦如来坐像で、南北朝時代の作です。本尊の左には20世、天宗尼像。右には開山、覚山二像と五世、平等二像が安置されています。参道は、金仏様の右手に続きます。金仏の後ろには鎌倉、有数規模の花菖蒲の畑があります。6月が花の時期です。菖蒲田の向かい側には、このお寺の宝物を収蔵する松ヶ丘宝蔵があります。釈宗円さんというお坊さんの遺言で建てられました。釈宗円さんは、明治以降、廃仏棄却で荒廃した東慶寺を復興した人です。福沢諭吉から洋楽を学び、日本の仏教の代表として、明治26年のシカゴ国際宗教大会にも出席した、偉いお坊さんです。もう一人、釈宗円の弟子で、仏教学者の鈴木大拙さんもこのお寺の復興に貢献しました。東慶寺の境内に松ヶ丘文庫を創設、研究生活を送りました。松ヶ丘宝蔵には、国の重要文化財の木造聖観音立像が安置されています。これは鎌倉の尼寺の尼御山、第1位だった太平寺の本尊でした。その他、縁切の歴史を伝える古文書、東慶寺文書、や、歴代、尼僧が愛用した品、
香炉初音蒔絵一人ぼや、ぶどう蒔絵螺鈿製幣箱などが収蔵されています。これらも国の重要文化財です。松ヶ丘宝蔵の奥の山には、東慶寺の墓地があります。墓地への道は切り通しになっていて、午後の日が差した光景はとても神秘的です。墓地への道の岩崖に、6月には、軽和タバコが這うように群生します。紫色で星形の小花をつけるいかにも鎌倉らしい花です。この先の墓地は、東慶寺の尼寺が廃止にされてからのもので、明治時代以降の著名人のお墓があります。石田鬼太郎、鈴木大拙、岩波茂雄、和辻哲郎、高見純那、多くの作家、学者などが眠っています。とても美しい花々や見どころのたくさんあるお寺でしたね。では、また次のお寺でお会いしましょう。